みんなごめん、ちょっともう一回だけ俺に付き合ってくれ。こんなやつ許すのってか、僕は気にしてなかったんだよ。本当に。いやー、だからね。どんどん大きい番組出ていけばいいのに、もっと。殺す気じゃねえかよ、俺のこと。どんどん大きくなればいいのにな。殺す気じゃねえかよ、マジで。認知度がどんどん高まった方がさ。太らせてから軽気じゃねえかよ。ソウルジェムがな。意味がちょっと意味わかんないけど。ちょっと意味が全然わかんない。文集と同じじゃん。温めておいて売れるのを待つっていうさ。あそこすごいよね、ほんと。情報はさ、何ヶ月とかさ、下手したら何年も前から握ってるけど、売れる、でかい舞台に行った瞬間にさ、さっと出す感じ。あれほんとえぐいよね。あそこの週刊誌は。温めてさ、さあ売れろ、つって。売れた方が影響力あるぞ。雑誌が売れるぞ、つって。あれえげつねえよね、ほんと。やり方が。どんどん情報だけ貯めておいてさ、一気に行くぞ、つって。さあ来い。よし、今だ、つって。紅白決まったな。よし、ベッキー出せ、つって。なんかちょっとよくわかんない。本気で怖いわ。なんか本気で怖いよ。なんかもう病んじゃってるじゃん、完全に。こいつお前の弱みを握ってるつもり、俺に弱みなんかねえよ。何があんだ、俺に。ノンスキャンダルだよ、マジで。エミューグレーだよ、俺が。俺が固くなりスルーしなきゃいけないのは。言い分聞いてやれよ。なんでさ、散々言っただろ。なんかストーカーの女みてえじゃねえかよ、本気で。いやだ、俺引っ越す。来年の夏まで引っ越すからいいや、じゃあ。引っ越します。もうせっかくレジでや、あれしてきたのに。お前のせいで社会的信用度落ちたらしい。落ちてねえよ。元からねえよ。人のせいすんじゃねえ、バカだれ。自分が見えてねえんだよ。いい加減目覚ませよ。社会的信用度がゼロじゃねえかよ。それ、ごめんなさい。いや、それもう、思うだろ、そうやって。思うだろうが。さっきの動画の1時間46分46秒が聞け。どんだけ言ってんだよ。1時間46分46秒。俺、あのさ、笑ってごまかしてけど、俺引いてるぞ、ほんと引いてるぞ俺。引いてるぞ。あ、そっちだった。ちょっと待ってください。俺今引いてるからな、久々に。いやー、もう、それが感情しかなかったけどな。ネタかネタかじゃないか、本当にガチでわかんねえ。視聴者の言うこと信用できねえし。いやー、どから言うのダサいって言うけどさ、これ分かっていただきたいのが、向こうがヒーロー、こっちが悪になっちゃってんだよ。なってねえよ。そりゃこっち側としてはさ、ネチネチ言うよ。ムカつくから。おめえが女の子だったのみたいな。言わなきゃいいのに、そういうこと。あのクズほんと許さねえからなっていう。絶対羽ばたきそうな時に足引っ張ってやろうと思ってるから、ずーっと。絶対に引きずり下ろすから。なんかもう。自爆でもいいから、絶対に引きずり落とす。なんかもう怖くなっちゃってるよ、ほんと。マジじゃん。
いや、思い出しただけでもクソムカつくからな、マジで。悪い、俺半年ぶりに思い出したお前のことだ。ごめんな、なんか。そういうのがムカつくの。俺、さっきまで楽しく放送してたわ、この半年間。二日で切り替わった。あ、やった、超鍵出れるんだつって。え、俺、これ、クズさ。これ出てる、クズさ。俺の視聴者も忘れてたお前のこと。久々に名前聞いたよ。でもずっと言ってんじゃん、これも。ずっと言ってるのか、怖えや。お前ずっと言ってんのかよ。進行してるじゃねえか、だん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 。悪口言ってたっていうので切れてたけど、てめえもずっと言ってんじゃねえかよっていうさ。お前っていうさ。お前の名前出てねえよ。こいつ自分だけ被害者面してんだよ。メンヘラ女子から死ねえよ、と思って。こいつマジ何なんだよ、と思って。ねえ、じゃあ俺の好感度上げていい、ここで。俺、いろんな人に聞かれるわけよ。いろんな人に。俺好感度上げていい、ここで。これ事実だからね。で、あの事件は、純ちゃん悪くないよって、やっぱ俺側の人言ってくれんじゃん。俺みんなにね、いや、ああいう時って、大抵半々だから、俺も悪かったんだよ。あいつも悪かったし、俺も悪かったんでいいよって俺言ってた。俺バカみたいじゃない俺今日からマジで本当に高田全部悪いってことしてくからね。俺もう今日からもう金輪際俺もう、かばわないからね。喧嘩って両成敗じゃん、大抵。大人だろうが子供だろうが喧嘩することあんじゃん。それって大抵さ、どっちも悪いじゃん。感情的になった俺も悪いとかさ。もう、俺やだよ、だって。なんかもう新宿、もう西新宿に近づいてこないでよ、マジで。西新宿に入ってこないでよ。もうニコラスとかで入ってきたら、俺ダメだ。喋れねえぞ、マジで。あいつ本当になんかそういう風にはなってねえよな。マジで。いや、だってさ、もっともっとさ、なんか、もし万が一さ、今ちょっとどういう状況かわかんないけどさ、どんどんダメになっちゃったらさ、なんかほんとそういうことしてきそうじゃねえかよ。もしガチだったとさ、伊藤ちゃん、なんか警察とかに言いますかって言われたら、ええ、言わなくていいです、言わなくていいですって言ったの。なんか僕が、そのね、インターネットとかでそういうふうに言っちゃってるんで、僕の責任なんで言わなくていいですって言って、お前その気持ちで俺今これ見たんだぞ。一年後、お前の頃、なんか、覚えとけよ、みたいな。やだ、もう関わりたくない。やだ。やだ、やだ、やだ、やだ。もう間接的にも関わりたくない。やだ、やだ、やだ。もう優しさってか、もうやだ。もうやめて、もう、俺がもう全部悪いから。もう俺が全部悪いから、もうそれでいいから、マジで。土下座してます。もう本当に俺が悪かった。俺がはめた。だ本当にもうそれで許してくれ。今もう全裸で土下座してます。今俺うなちゃん番状態だよ。俺が頑張れば頑張る動画とか上げれば上げるほど、生放送やればやるほど、あいつの恨みはどんどん増えてくるってことでしょ。俺だけ嫌だよ、頑張れねえよ、もしかしたらあいつに刺されるかもしれないみたいな、俺その恐怖の戦いながらやってるわけないでしょ。なんでだよ、嫌だよ、そんなのよ。嫌だ、電話したくない。普通になんか気持ち悪いよ、怖いよ、苦手なんだよ俺そういうの。嫌だ。喧嘩とかだったらいいけど、俺だってなんで聞くの。なあ、俺のこと刺しに来んのかって聞くの。やだよ、お前らが聞いてくれよ。やだよ、やだ。あいつ、ジュンとの LINE 探せって言ったら、それは一線を越えるって言ってたから、刺すとかしかないと思う。お前だって LINE 探すのより刺す方が、後ろ側にあるだろう。まず LINE 探してから刺せよ、じゃあ。順番違うだろう。なんで刺してから LINE 晒すんだ、意味ねえだろうがよ。順番守ってくれよ。基準が違うだろう。基準が。もうなんか待って、延長して10分だけ話して、もう違う話して最後なんか忘れてねえよぜ。